はい、どうも、リーダーズ06メンズソーラです。今日もね、阪神と DeNA の、試合の振り返りの動画を撮っていきたいなというふうに思います。それではね、皆様本日もよろしくお願いします。試合の結果なんですけど、最初にね、これだけ言わせてください。大貫選手ね、プロ初勝利、おめでとうございまーす。ということでね、今日もね、動画撮っていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。今日の試合はね、結果から申しますと、5対2で阪神に甲子園で勝利いたしました。今日の試合なんですけど、まずね、先発の大貫選手とね、秋山選手の投げ合いでして、最初ね、まあ、ピンチの連続でしたね、大貫選手。これね、今回もね、5回まで少しね、持たないんじゃないかな、という気持ちが僕の中ではあったんですけどもね、なんとね、もう5回を投げ切ってくれてね、素晴らしいピッチングをね、大貫選手にもね、してもらったかな、というふうに思います。その後もね、皆さん、不安の中継ぎ陣、少し不安だなという人も中にはいたかなというのを思うんですけども、まあ、栗吉選手ね、1失点してしまったんですけども、まあ、プロだとね、栗吉選手は2イニング、パットン選手1イニング、最後まで、ね、山崎康明選手、今季8セーブもありまして、まあ、素晴らしいね、1失点。栗吉選手の近本選手に打たれた1失点というだけで、抑えることができました。なんと言ってもね、僕はね、今日はね、大貫選手のピッチングオーバーを褒め、僕が褒めたいというのはね、少し上から目線で、まあ、失礼な、偉そうな言い方かもしれないんですけども、大貫選手ね、本当によくやってくれたっていう感じのね、ピッチングでした。はい。なんと言ってもね、大貫選手、バントめちゃくちゃうまいですね。2打席ね、バントで転がしたんですけど、1本目はね、初安打、プロ初ヒットだったんですけども、めちゃくちゃバントうまいなという感じですね。あんなにバントうまかったんだっていう感じのね、成績、内容でした、大貫選手。あとね、栗吉選手、2番手で出てきた栗吉選手、1失点でホームラン打たれたんですけども、今日はね、スピードを抑えがちの投球かなというのを思いまして、まあ、コントロールはね、そこまでね、今日なんか、ばらけたっていう印象があるんですけども、まあ、多分ね、悪いフォームの今日はピッチングだったというのは思うんですけども、まあ、悪いなりにね、2イニングを1失点で抑えてくれましたし、素晴らしい、ピッチングだったかなというのを思います。パットン選手もね、まあ最近調子が悪い中、まあ満塁まで行ったんですけども、なんとか抑えてくれましたし、まあ、満塁じゃないな、1塁2塁ですね。はい。山崎康明選手も、まあ最後鳥谷選手に粘られたんですけども、きっちりとまあ、パスセーブを上げることができました。なんと言ってもね、DeNA といえばまあ、阪神に弱いんですよね。まあ、甲子園ではそこまでは負けていないんですけども、はい。まあまあ、DeNA ファンからすれば、まあ、阪神はね、苦手という意識がありますし、平成最後のね、阪神戦ということもありまして、本当にね、勝ち越すことができて、良かったかなというのは思います。はい。これはね、苦手、阪神に対する苦手意識を、まあ、取り除いていけたらね、優勝も狙えるんじゃないかなというのは僕は思っていますね。なんて言ってもね、まあ、ハマスタでは、まあ、阪神に、まあ、負けることが、まあ、去年まで多かったですので、今年はね、ハマスタで、ハマスタの阪神戦でね、勝ち越しをできることをね、目標としてやっていきたい。勝ち越すことができたらね、僕はいいかなというのを思っています。次ね、野手陣の方に触れていきたいんですけども、なんと言っても今日はね、上里選手ですね。もうね、梶谷選手をね、思い出させるような、まあ、2013年に梶谷選手が出てきて、スーパー梶谷と言われていてね、あの時の思い出させるような最近のね、上里選手の活躍ですね。本当に素晴らしいね、上里選手になってくれたかなというのは思います。この調子をね、ぜひね、続きで、1年通して続けていったら、本当に素晴らしいんですよね。あとね、今日は、2番センターで桑原選手が出場しました。まあ、ヒットこそ出なかったんですけども、チャンスの、満塁の場面で押し出しフォアボールを選ぶことができましたし、まだまだね、打席内容を見ても、まあ、仕事目から見ても悪いかなというのは思うんですけども、悪いなりにね、仕事をしてくれたので、問題ないかなというのは思いますね。できればね、もうヒットね、今シーズン初ヒット1本をね、打ってくれたら嬉しかったんですけどね。はい。あとはですね、ロペス選手も相変わらず好調かなというふうに思いますし、今日宮崎選手もね、マルチヒットが出てね、日本、不調なりにヒットが出ましたし、なんといってもね、正捕手の伊藤選手ね、本当に素晴らしいですよね。バッティングもね、今日2打数2安打で全出塁とね、本当にね、伊藤選手、正捕手として、頼りがいがあるキャッチャーですし、本当にね、素晴らしいですね。今年何としてもね、FA で出ていってほしくはないんですね。はい。まあ、オフシーズンの話もね、今出してもしょうがないかなというのは思うんですけども。はい。こんな感じですね。本当にね、今日の動画で伝えたいことは、大貫選手ね、プロ初勝利おめでとうございますということをね、伝えたかったかなっていうのは思います。大貫選手に続いてね、上茶谷選手もね、早くね、プロ1勝、できたらいいんですけどもね。明日からね、広島戦ということでね、ハマスタに戻りまして、広島戦ということもありまして、はい。明日はね、大瀬良選手と、まあ、今永選手のエース対決となっておりますので、非常にね、楽しみな試合になってくるかなというのは僕は思います。なんとしてもね、今永選手、勝ちを挙げてほしいですね。はい、こんな感じですね。はい、ここまでね、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録とコメント、よろしくお願いします。
他の動画もね、やっていますので、よければね、そちらの動画も、ぜひ見てくれたら嬉しいかなというのを思っています。ここまでね、ご視聴ありがとうございました。明日もね、広島戦、動画、試合は終わった後、まあ、感想動画撮りたいかなというのは思っていますので、ぜひね、見てくれたら嬉しいです。はい、ここまでね、ご視聴ありがとうございました。はい、さようなら。バイバイ。